セルフイメージとは潜在意識の領域なので自分で自分のことをイメージしておきながらなかなか気づかない断捨離ではこれを物との関係から明らかにすることが可能ですよと申し上げています例えば私たちがよくやることですがこれはもったいなくて使えないっていうことありますよねもったいないので取っとこうしまっとこうあるいは飾っておこうとすることを往々にしてあるかと思います そのもったいないを考えてみる必要がありますよねそのもったいないのはものがとても大切で惜しくてもったいないのではなく自分自身はそのものにふさわしくないと勝手にイメージしてるからもったいなくて使えないとやっている可能性が高いとは思いませんかなぜそのものに対して自分はそぐわないふさわしくないと思っているんだろうか これこそまさにセルフイメージのなせる技ですね。ですから自分は今持っているにもかかわらず使わずにもったいないと言ってただただ取ってしまってあるものにしっかりと向かい合っていきます。そしてなぜもったいなくて使えないんだろうと思う自分を検証していくわけですね。わざわざざ買ってくるる必要はないんですよ。今あるのに、 もったいなくて使えないと思っているならばそれをあえて使ってみる今の私にふさわしいんだ必要だと思って使ってみるここで重要なことですよものを高みに上げているそして自分をそのものに対して卑下している自分に気づくということですですのであえて押し入れの奥に大切にしまい込んでいるものを 引っ張り出してきて日常的に使うという許可を出していく。そうすると許可を出してなかった時のセルフイメージから許可を出していった自分自身のセルフイメージ確実に上がると思いませんか上がったら上がった分だけ私たちは自分のことをより大切に扱うことができるし同時に 大切に扱っている自分は他者からもその高まったセルフイメージ通りに扱ってもらえることが可能です。ただ実際には勇気がいりますよね。今までこんな高価なグラスもったいなくて使えない。だって使ったらすぐ割れちゃうし、いいものから壊れるんだしと思ってる場合があるからですね。じゃあ、 なぜ割れたら困る。つまり高いから割れたら困ると思ってしまうか。これこそがセルフイメージですよね。二度と変えないとイメージしてるから。こんな高価なものは、こんないいものは二度と変えないと無意識でセルフイメージしてるから、そういうことが起きるわけですよね。いや、いつでも変えるんだ。たとえば今壊してしまっても、とそうイメージしてる人は、 今の私にふさわしいものだと思って使うことをね、自然に無意識に許可を出しているわけですねその無意識のセルフイメージで自分に制限を加えてたりあるいは許可を出していることを日々繰り返しているって悔しくありませんかつまり自分の知らない無意識によって自分が縛られているとしたら切なくありませんかだったらここのところを明らかにしておきましょう 最初はあくまでも感覚的なもの尺度がないので難しいかもしれないですがふさわしいかふさわしくないかいやこっちの方がもっとふさわしいかもしれないという尺度を持ってものとの関係を問い直していくことが日々の暮らしひいては人生をね大きく展開させていくきっかけになると思います。ものののと関係を問い直せば自分のセルフイメージがわかる そして繰り返し繰り返しトレーニング的にその問いかけを積み重ねていくことによってセルフイメージが高まっていくセルフイメージとは自自尊感感情でですすねね己肯定感です、ね、この自尊感情自己肯定感を育むプロセスとしてそして育んだことによって人生をより良くしていくというきっかけづくりにしていければいいですね。 DVD 付き断捨離入門講座はアマゾンや書店ではお買い求めいただけませんスマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みくださいそしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけますお待ちしていますありがとうございます YouTube をご覧くださりありがとうございます ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。